川端です。よろしくお願いします。今回は2023年宮城県の問題となります。三角形の面積を2等分するという話なんですけれども、この ABC があって、この直線 DE で面積をね、2等分してるよってことなんですが、今回はですね、これ、よくあるパターンとしては、頂点を通って2等分する場合はよく出題されるんですけれども、頂点以外の点からですね、ピッと引っ張って面積半分になると。そういった設定の問題となっています。で、この時にですね、この E の座標を求めなさいということなんですが、解き方ね、2通りで解説していきたいと思います。まず1つ目の解き方としては、面積比からうまく解くというやり方です。まあ、2つ目の解き方も面積比に注目するんですけれども、面積比。どういうことかというと、今、この三角形 ABC があって、この直線 DE で面積半分になると。で、ここでですね、この D の場所と A の場所、B の場所、ここは座標出ていますよね。で、こっからですね、この AD と DB の比を求めることができます。今、この B があって、D があって、で、A があるわけですけども、これ、X 座標に例えば注目すると、B の X 座標は1です。D の X 座標は3です。A の X 座標は4です。そうすると、ここ、差がですね、ここ2、1になってますから、ここが2対1ってことは、この BD 対 DA、これも2対1になるってことですよね。この比が分かると、2対1と。で、この比を利用するとですね、ここでちょっと A と E に補助線を引っ張ります。そうすると、ここが2対1ということは、面積比がここが2対1だということですよね。この底辺の比がそのまま面積比になると、高さが等しいのね。で、ここ2対1と分かります。で、ここで今、三角形 DBE の面積が四角2とすると、これ面積半分にする直線ですから、この四角形 ADEC だって2個分になりますよね。ってことは2個分ってことはこれ1個分引いたらここ1個分になるじゃないですか。で、こっから何がわかるかっていうと、三角形 ABE と、三角形 AEC、この面積比がわかりますよね。2たす1で3だから3対1と。で、ここが3対1って分かるってことは、何が分かるかと、今度底辺の比が、B と EC の比、これが3対1と分かるってことですよね。3対1と。そうすると、こっから E の X 座標を、と Y 座標を、求めることが、できますよね。なぜならばですね、今 C、今ここ C がこうあって、E がこうあって、B があるわけですね。で、今言ったようにここが3対1と分かってると。3対1と分かってると。そうするとまず X 座標なんですけれども、ここが3対1ということは X 座標の差の比だってここも3対1になるわけです。ここも、3対1と。したがって D の X 座標が1で C の X 座標が4ですので、ここ差は3ですね。ってことはここ3対1なんだから、緑丸4個分が、3になりますので緑丸4個分が3ですね。ってことは、緑丸1個分は4で割って、4分の3と。この丸1個分は4分の3ということが分かりますので、そうすると E の X 座標、ちょっと EX と書いておきますが、E の X 座標は4から4分の3を引いたものですね。ということで、4引く4分の3は4分の16引く4分の3で4分の13と出て、E の X 座標は4分の13と分かり、で、Y 座標の方も同じように考えればよくって、ここ B の Y 座標が、座標が1カンマ1だから B の Y 座標は1ですね。そうすると、ちょっとこっち側に書こうかな。そうすると、ここが3対1ってことは、ここピッと引っ張ったときに、この B と E と C のね、
B と EC の Y 座標の差の比だって3対1になるわけですね。ってことは E の Y 座標が1ですから、これを4分の1倍したものが E の Y 座標。なので、4分の1ということで E の座標が4分の13か、まあ4分の1という具合に出すことができるわけです。はい。続いて別解いきます。続いて2つ目の解き方なんですけれども、三角形の面積を2等分する直線においてですね、まあ、頂点以外の点から面積を2等分するとき、まあ、言い方変えると、三角形と四角形に分けるような面積を2等分する仕方のときはですね、面積比をうまく使います。どのようにして使うかということなんですけども、この一つの角が共通である三角形、この赤い三角形と黒い三角形があったときに、この面積比はですね、ここ A、B、C、D と分かっていたら、これ A×B 対 C×D。で、面積比が求めることができて、なおかつ面積がちょうど半分になってるとしたら、これはもちろんこれ1対2になるってことですよね。これをうまく使って解くことができます。これね、もうこれ知ってるだけでもパターン化できるので、特に受験生はね、この解き方ぜひ覚えておいた方がいいです。難関高校ね、受けようと思ってる人、まあ公立でもこうやってね、出るわけですから、ぜひですね、覚えておいた方がいいと思います。で、今ここが2対1と分かってて、この BE と BC の比を、これを求めたいなって考えたときに、この BE と BC の比なんですけれども、実際のこの斜めの長さを求める必要はなくって、まあ先ほど言ったように、これ X 座標の差の比でいいんですね。つまり B と C の X 座標の差は 4-1 で3なので、ここは比で言うとここ3になって、で、B と E の X 座標の差ですが、これ E の座標がわかりません。わかんなかった時はどうするか文字で置きます。X 座標 T と置いてください。B の X 座標の差は T-1 になりますね。なので、ここ T-1 と。そしたら、今言ったように、この三角形 BDE と、三角形 BAC。この面積比が1対2になるよということで、で、BDE は 2×T-1。今これ、実際の長さじゃなくて、これ比でもいいです。いいですかね。これ比でも普通に使えますので。つまり 2×t-1 対 3×3 イコール1対2という式が成り立ちます。と外側と内側かけて 2×t-1×2 は 4×t-1 3×3 で9、9×1 は9、9と。よって4で割って t-1 イコール4分の9で t イコール1足して4分の13という具合に出ます。そうするとここの x 座標が4分の13と出て、t がですね、4分の13と出て、で、あとは y 座標ですが、y 座標は、まあ、比をうまく使って解いてもできますし、まあ、もしくは直線 BC の式ね、求めてしまって、直線 BC の式を求めると、傾きは x の増加量分の y の増加量で求めてください。x がね、4から1、3、左に行ったらね、マイナス3分の y の増加量は1ですね。なので、傾きマイナス3分の1、y イコールマイナス3分の 1x。で、プラス b ですが、例えば、1カンマ1を通るというふうにして考えると、x1、y1 入れたら、1イコールマイナス3分の1たす b で、b は3分の4で出ますね。なので、y イコールマイナス3分の 1x プラス3分の4と。出て、そしたら、この直線の式にですね、y イコール4分の10、あ、x ですね。x イコール4分の13を代入して、マイナス3分の1かける4分の13足す3分の4ということで、これを計算してですね、マイナス12分の13足す12分の16で、12分の3で4分の1で出ますね。ということで、先ほど出た答え、4分の13カンマ、4分の1と等しくなるよ、ということで同じ答えになりましたね。ということで、まあ、このね、公式を使って1対2だよ、ということで、あとはこの X 座標の差で、比を使って、表して解くことができるということで、この解き方はですね、もう、
ぜひ覚えておくといいかなと思います。透析変形して計算するというやり方もあるんですけど、まあ僕はこっちの方がね、解き方としては好きかなというふうに思っております。わかったかな。以上で解説を終わります。